はい、杉原悦子です。今日はネガティブな自分をプラス思考に変えていく、こういうお話をしていきたいと思います。黙っていると、ああ私なんかダメだな、ああ何をやってもうまくいかない、何かやるといつもここで止まってしまう、何にも持ってる長所がないけれどって、そんなことを感じたり思ったりすることはありませんか？さあ、あなたの潜在意識をプラスに変えていきましょう。潜在意識は夜寝る前とか朝起きてすぐとか、そういう時に一番自分自身の魂の奥に入っていきます。毎日使っている言葉があなたの未来を変えていくのです。では自分自身の、まず夢は何ですか？夢を描いてみてください。どんな自分になりたいですか？どんなことをやってる時が一番ワクワクしますか？誰でも素敵な長所を持っています。あなたの長所は何ですか？あなたの持っているその長所を使って前に進んでください。あなたは愛されている存在です。あなたがそばにいるだけで心が温かくなります。そんな自分なんて自信がないって思っているあなたもいることでしょう。心の優しいあなたにメッセージを送りたいと思います。朝起きたらまずは感謝の気持ちを持ってみてください。生きてるってありがとう、空気を吸えるってありがとう、家族がいてくれるってありがとう、今日も朝起きることができてありがとう、仕事を行くところがある、ありがとう。よくよく考えてみたら、私はありがとうって思うようなことがいっぱいあるではないか。それに気づいてみることなのです。今までマイナスの言葉を言っていたら、私なんかできないというと、できない未来を引っ張って、またそういう未来がどんどんこちらに押し寄せてきます。そうではなくって、ああ私大丈夫なんだ、明日からまたやることができる、そう仕事もうまくいくぞ、もっともっと元気になる、体もね今日より明日にかけてもっと元気になる、ありがたいな、愛されてるな、幸せだな、そうやって思ってください。そう思ってても元気がなくなるときは一つ作っていかないといけないものがあるのです。それは情熱です。あなたの志です。あなたはどんな人間になりたいですか？自分で決めてほしいのです。その志があなたの人生の大きな柱となって、小さなトラブルがあったとしても、このために頑張るって続けることができるのです。